はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7 2週目、では続きをやっていきたいと思います。ルーカスのパーティー会場の、イベントが終わったところで、アイテムは、全て取り出しました。でクランクが必要になるので、クランクの方も取り出してあります。では先へ進んでいきましょう。こっから先はちょっとショットガンがいいかな。弾も37発あるしね。でここでもショットガン手に入るし、41発とか凄まじいな、こうやって考えると。あーでもここもハンドガンがあるのか。でここはクランクですね。クランクをつけて、一回取り外してるんだね、クランク。なんか俺だったらそのまま放置しちゃいそうだけど。待ってろミア、今行くぜ。君に血清は打たないけどね。ここはまだ敵が出てくるわけではないので、そのまま突き進んでいきましょう。で右に行けるところ、ここか。ここを右に行って、で小屋があるので、この小屋に入って薬液取って、これはナイフに対してショットガンで、ここにエブリウェア人形がありますねなんでこんなとこに落っこってんのっていう。よーし、OK。あとこれか、ハーブ。ここの小屋はこんなもんかな。じゃあまたショットガンに持ち帰って、あそこも箱があったね。これハンドガン、すげえ15発もある。でクランクをやると敵が出てくるのかな。で向こうのあれが上がったんで、ここはもうこいつはちょっと厄介だから倒していくか。あとは突き進んで邪魔になるやつだけ吹っ飛ばしていこう。左のやつらは完全にしかと。走れ走れ。おー邪魔だ、邪魔だ。うわーこいつもしかとする、開けろ。 OK これ別に倒してるわけじゃないんで、戻るとねまた復活しますね。であとはちょっとアイテム漁りをしないといけないんで、ショットガンの弾を取って、ガンパウダーも取って、まあ分離剤、薬液持てない。一旦ちょっとここら辺のものを預けるか。これも預けて、これも預けて、クランクも預けよう。ハンドガンの弾一回預けよう。薬液強、精神刺激薬はいらない。これは全部取る、上位だ3つ。これも取るでしょ。ショットガンも10発。上ってなんかアイテムあったんだっけ。特にないね。結局 D 型被検体の頭部と腕を持ってきてくれって言われるから、まあ、それは持ってかないといけないんで。でただちょっとジャック戦が始まるから一旦セーブをしましょう。はい、じゃあちょっとセーブをして、D 型被検体の、腕と頭部を取り出してきたので、これで進んでいきましょう。ショットガンはね55発あるんで、まあもうメインはショットガンでいいですね。じゃあ開けてと。どっちを先に話せばいいのかな。こっち？ゾイか。ゾイ、俺は後にして、今は時間がない。材料は両方持ってきたの。持ってきました。これで作れるか。急いで作らないとまずいね。きっと父さんとルーカスは近くにいる。父さんが来る、もうすぐ来るわ。オッケー、二人分あるね。よし、助けてあげよう。結成を作った後はどうするんだ。外に止めてあるボートで沼を渡るんだ。でも結成を打たないと私たちは出られない。できた？あ、もうできたのか。早いね。
ちょっと、一つは私のだよ。こいつどこにいた？こんなでっかい通算してさ。何をしている？宇宙に戻ったろ。我々は一歩で話をしてやるからな。掴まれてんのか、今。いた。これはね、基本的にね、もう目ん玉を狙わないといけないんで。ほら、カード、あ、カード遅かったか。おい、すごいぞ、ジャック。本当だよ、まったく。ほら、ほら。で、そうか、尻尾の下にね、目ん玉があるからね、それをね、狙わないといけないんだけど、それはこいつが2階に行くときじゃないと。で、ガード。おぉ、下腹部にあるやつだな。うわぁ、難しい。あ、ここら辺のやつ、ここら辺のやつ。ほら、意外にショットガンの弾使いそうだな、このままだと。おとなしく上位弾使うか。あれ、長期戦で進行するけど、ほら、なんか目がある。今どういう状況だった？もうやろ、このやろ。もう惜しみなく使っていこう。あとどこだ？あそこにあったな、これ。あ、しまった、これ。あとはどこだ？目ん玉、目ん玉どこだ？目ん玉、いっていっていって、そうそう、回復しないとまずいわ。ん、あそこ。とりあえず上に登ってくれないと目ん玉のありかが毎日わからん。あった、あそこだな。あそこなんだ。あ、外した。しまった。ここがめんどくさいんだよな。下から。うお。どこだ？いまいち狙いがつけられん。あれか、ダメだ、外す。ててどこだ、どこだ。これ硬直してるな。硬直してるけど、どこに目があるかわからん。いいか、じっとしろよ。いや、じっとはしてないでしょ、どう考えても。捕まえてやるぞ。あ、これか。ほら、あと一箇所。ハンドガンとかの方が狙いやすいのかな。これ違うよね。いた。早く上に登れ。あ、出た。くそー、この狙いをつけるのがマジむずい。しかもさ、木が邪魔するからね。ほら、当たった？倒した？まだあるか、どっかに。暴れてるけど、いまいちわからん。ああ。回復して、ここで、そうだ、ここが復活してんのか。ほら、ほら、大兄さん大人気だな。この目倒したか。割と時間がかかったな。
アイテムをね全然回収してないからね。さすがにもう終わりだろう。あのアイテムとか、まあ、欲しいといえば欲しいけど、まあ、しょうがない。取れるやつは取ろう。ハンドガン、あれ取れるんだっけ。取れなそう。もういいや、先へ進もう。イーサン、こっちよ。黄色くなってたね、体力ゲージが。結成を使って。お前、こいつを助ける気か。いけない。固まった。あ、これでこっちのアイテム取れるか。大丈夫。はい。行こう。宮が待ってる。結成が1個しかない。結成を使ってって言ったのはゾイだからね。俺はただ指示に従っただけだ。で、ここはなんかアイテム置いてあるんだっけ。置いてはない。あー、回復薬なんだかんだで使っちゃったね。また回復薬作るか。薬液はいっぱいあるから。で、運命の選択ですね。結成を使った。あと1本しかない。残ったのは一つだけ。一人分しかないなんて。これからどうすればいいの。いや、お前が使えって言ったから使ったんだよ。今夏なのかね。二人とも薄着だよね。ゾイを直す、ミヤを直す。まあ、作ってくれたからね。結成を作ったのは結局ゾイだからね。なんでさ、これ自動的になんか左にさ行くんだけど。あ、真ん中に焦点が合うのね。ゾイを直そう。今回はそういうルートだ。すまない、許してくれ。ゾイに安全な場所に案内してもらって、後で君を助けに来る。行って。聞きたくないわ。二人とも早く消えて。ミア、早く行って。私の居場所はここ。あの子と一緒よ。バカなこと言うな。忘れたの。私にはまだ仕事がある。何の仕事って感じだよね、今の状況だと。必ず助けに来る。待っていてくれ。いや、でも結成を作ったのはゾイだからね、しょうがないよ。だってあたりは見回せるか。ありがとう。私を選んでくれるなんて。ミアはもう変わってしまった。え俺たちならここから脱出できる。これだけ聞くとマジ浮気者だなこいつ。マジか。心変わりしてしまったか。ミアに何があった。ミアがエブリンと来たのが全ての始まりだよ。エブリン、あの子か。ミアは何か知ってたのかな。やはり恋人に隠し事をするのは良くないのか。まあ、俺は隠し事なんてないけどね。あれだよ、ミアとエブリンはあの船に乗ってきたんだ。なんだって、あの船で。行ってみよう。あそこには戻りたくない。何があったか知りたい。なんだ今のは。あの子だ。私たちを逃がさなきだ。お、どうした。いや、やめて、エブリン。お、エブリン。どい、どい。なに、ゾイ。あれ、結局ゾイ石灰化しちゃったよ。ママ、こっちだよ。
で結局ミアか。ここは、ああエブリに多分ここまで連れてこられたんだな。まあ、先へ進んでいこう。結局配線をやるのはミアか。ゾイゾイ結局ダメじゃん。人が死んでいる。あ違った、イーさんだった。イーさん赤くなってるよ体力ゲージが。進むか。行ってしまった。裏切られたというのにミアはそれでもまだイーさんのことを心配するのか。てかさ、結成無駄遣いだったじゃん。じゃあなんてことだ。さあどん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 進んでいこう。もうとかって出るっけ。ここで確かうねうねうねみたいなのが走るっけ。あれ走らないか。いや明るいとだいぶ明るいね。おう、これは記憶のフラッシュバック。今のは何なの。何の躊躇もなく進んでいくからな。うん、これ人？人だね。よく見れば。で、どこまで行けばいいんだっけ？ここら辺って何かあったっけ。特に何もない。他にありそうなのはこれ確か下に降りるんだよね。実際今どこにいるのこれ。配線の S1 か。みんな死んでるんだ。どうした。エンジンルームだ。お前何の話してんだよ。みんなあの子に殺された。おい、なんだよ。一体何が起きてるんだ。何か武器がいる。この船に武器はあるか。俺もわからねえ。でもとにかく離れろ。ここから出るんだ。なるほど、これで開くと。あれ開いてたっけ下へ降りて、下へ降りて、なんかここら辺にアンティークコインは別のところか。あれこうか。あれ、ちょっと待ってしゃがまないといけないのね。先へ進んでいこう。でこれがこっち。あここここ、ここアンティークコインをゲットして、でこれも下に降りて、で、あれこっちとかなんかあったっけ。特に何にもない。で今どこ。あこれ S2 か。え S2 のどこだこれ。いまいちまだちょっと最初のところの地形が把握できないな。これは乗員名簿、まあ、船長から、船員まで。エド・カーラル、ポール・フィッジェラルド、ジョバンニ、クラーク、ドウェイン、ジム、ジェラード。これなんか中に座ってたっけそうだよね。何かから隠れてた。で、
俺はあいつのパパなんかじゃない。そうか、パパを求めていった時か。ここも開くね。こいつはトイレでやられたのか。まあ、まだ何にもないかな。書いてあるね。あいつが俺の中にいる。あいつがみんなの中にいる。ああ、みんな汚染され始めてんのか。よくさ、壁にこんな、結構でかいよね、この字。よく書いたな。こうやって手がかりを残してくれるのはありがたいことだ。おお、もう船の様子が。これどこ？これ軟化室だったのかね。部屋っぽいよね。今なんかなかった？あ、船か。LNG タンカーアナベル。落ち着いた。思い出してきた？何？あなたは誰？やはり瞬間移動はできるのか。先へ進もう。で、まずモールデッドが出てくる地区に行ったら、ここはまだあれか。これどこ？これ飛び降りるんだっけ？とわー、なんかある？なんもないね。登ろう。家族になれるって言ったのに。走れない。一体何を言ってるの？近づけ。そう言ったのに。待ってよ。私も待つのは嫌なの。あっちに行きました。でもここには行けないんだよね。いるんだよなあいつが。よし、後ろ向いた瞬間に走って、わーっとOK で、もう邪魔邪魔邪魔。ハンドガンを取って、といっても2発しかないからね。でここはこれだけだっけな。特になんかがあるわけではないと。ファイル的なものもないか。というところで、じゃあ一応血清はゾイに打ったんだけど、なんかそのままなんか石灰化しちゃって、あれもうゾイやられちゃったのかな。よくわかんないですけど、とりあえずじゃあ次回はこの配線の探索からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。